千人峠道路は、岩手県釜石市公市町第7次割から、東野市上里町平層に至る 18.4km の国道283号バイパスである。東北横断自動車道釜石秋田線に並行する、一般国道自動車専用道路として、高速道路ナンバリングによる、路線番号 E46 が割り振られている。現在は、 釜石自動車道として案内されている。千人峠の南、箱根峠と土層峠の中間を通り、釜石と遠野をつなぐ。東北横断自動車道釜石や北線に並行する一般国道の自動車専用道路として整備されている。全域間が国直轄の指定区間である。この道路は既存区間の元名称。 千人道路のバイパスであったことから、岩手県事業区間は、岩手県側の資料では、千人道路改築事業と記されている。かつての旧街道の千人峠から南方約 4.5km の山中を通る。6割を新千人トンネル等のトンネルと橋梁が占め、旧道で46箇所あった、半径 150m 以下の旧カーブはなくなり、 最もきつい坂の傾斜も9.6%から4%にまで緩和された。加えて、福音が5.1メートルしかなかった千人トンネルに比べて、本道路のトンネル群は車道幅が約2倍、断面積が約2.3倍と、十分な大きさが取られ、安全で円滑な交通が確保されている。東の盆地から北上高地を越えて、 釜石に通じる千人峠は、岩手県内の峠の中でも最も険しく、古来から人々の往来を妨げ、明治初期までは、徒歩での峠越えを余儀なくされていた。その過酷さは、大人の足でも3時間はかかる上に途中には、湧き水もなく、頂上の茶屋で、飲料水が有料で提供されるほどであったという。大正期に入って鉄道が建設され、 1939年には、国鉄山田線が外通したことで、県と森岡と釜石の往来は、鉄道が主流となり、千人峠の往来は激減した。しかし、1947年にアイオン台風によって、山田線が、長期普通になると復旧までは、やむを得ず千人峠を通ることになり、加えて、終戦後の食料不足による米の買い出しなどもあり、 峠越えをする人の列が続いた。これらのことから花巻と釜石を結ぶ鉄道が熱望され、1950年10月に国鉄、釜石線が全通。これにより人の往来は大きく改善された。しかし、戦後のモータリゼーションの発達により、千人峠の道路整備の遅れが再び顕在化する。この状況に、岩手県は1952年、 県道森岡釜石線の改良工事に着手し、1954年には全長2528メートルの千人トンネルが貫通した。後に工事は日本道路公団に引き継がれ、1959年9月に千人トンネルを含む約10.2キロメートルの千人有料道路が開通して、この区間の自動車交通の利便性は飛躍的に向上した。 千人道路は、1970年4月には、一般国道283号に、路線指定されて、国道となり、1980年4月には無料化、されて、ますます重要性を高めた。しかしこの間の物流の高度化も目覚ましく、急勾配、急カーブを多く抱えた、この区間の道路状況は、交通量の増加や、車両の大型化への対応力を欠き、 千人峠は、またしても現代の難所として立ちふさがった。これらの状況を打破すべく1986年、岩手県内13市町村で、千人峠道路改良整備促進規制同盟会、お組織。1987年には、釜石市が、一般国道283号の抜本的な、改良工事の早期着工に弾みをつけるべく、千人。 千人総決起大会と銘打った市民大会を開催。続いて1988年には、釜石市内230団体で作る、千人峠道路改良整備釜石市民市民会議も、結成、運動資金は、千人、千円募金などすべて市民からの寄付で賄い、前述の大会を1992年まで、計6回開催した。また、 陳情の形態としては、珍しい民間から国への独自の陳情も言った。このような官民一体の熱意を受けて、千人峠道路は1992年に、事業を着手された。新千人トンネル最大の長さである、新千人トンネルは、掘削時に70トン、紛の突発湧水に見舞われるなどのトラブルもあったが、2002年10月29日に、無事貫通。 そして2007年3月18日、アクセス道路の上里道路と合わせて、約750億円の事業費をかけ、千人峠道路はついに開通した。地域住民の悲願ともあって、開通パレード、沿道での歓迎やイベントには、約3000人の市民が参加し、地元メディアも大々的に報じた。また、 千人峠道路の開通から1年後の2008年3月、既存の管理、避難用施設を利用した老館道インターチェンジが開通した。老館道インターチェンジについては、開通の少し前の同年2月に、老館道が全長3635メートル、高低差115メートルにも及ぶ、全国屈指の大洞窟であることが判明したことも、あり、 追加 IC 設置のニュースとしては珍しく、こちらも地元市で大々的に特集が組まれた。開通の効果は絶大で、それまでの国道283号の通貨交通のうち8割近くが本道路経由にシフトした。また、地方の医療環境が改善、物流コストの削減と安全性の向上、観光による地域の活性化。 事故の大幅な減少と所要時間の短縮、地域観光流への貢献など影響は多岐にわたる。さらに、東日本大震災で沿岸部の道路網が壊滅状態に陥った時に、国が東北道国道4号の縦軸ラインから複数の路線を駆使の市場に警戒して、救命、救援を行う駆使の破作戦を実行した際に、 最も交通量が増加し、命の道として沿岸部への救援に多大な貢献を果たした。本道路は2012年に制限速度が引き上げられ、両端の接続道路は東日本大震災からの復興事業として事業化。2019年3月9日には東道路を含む釜石自動車道が全通し、 高速ネットワークに組み込まれ、果たす役割はより大きくなる。ありがとうございます。